湿気の季節、出先で髪の毛が広がったらどうしますか？どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、もうそろそろね、ちょっと湿気が出てくる季節かなと思うんですけど、まあそんな時にね、結構髪の毛がね広がったりとかされる方って結構多いかなと思うんですよね。例えばね、髪質が結構固めの方ですごくね髪の毛の量が多い方だったりとか、あとはやっぱりこうくせ毛がある方で、骨格がねちょっと頭が四角くなりやすい方っていうのは、結構ね髪の毛って膨張しやすく、見えたりもするので、家だったりとかでねやれば、例えばドライヤーだったりとかアイロンで直せるかなと思うんですけど、外に出た時とかね、出先でそうなると結構大変かなと思うので、それのね、簡単な直し方について紹介していきたいと思います。まず使うものがダッカール、あとねスタイリング用の、まあ、バームか、まあ、オイルで、ちょっとねベタつきにくいやつがいいかなと思うので、まあどちらかねお持ちのやつを、使ってください。でね、頭が大きく見えやすい方だったりとか、こう髪が広がってね見えやすい方っていうのは、まあ全体を抑えてもいいんですけど、基本的にこの鉢の部分がやっぱりね、こう骨格が出てるだったりとか癖があったりとかで、ここがなんかねボリュームが出やすい方がほとんどなんですね。なのでなんか全体につけるっていうよりは、まずはここの鉢の部分にスタイリング剤をつける、これがポイントになってきます。はい、じゃあまずね、さっき言ってたダッカール、これでね、表面の部分をまず取り分けます。だいたいこのね広がりやすいここの鉢の上の部分ですね、の髪の毛をちょっと取り分けておきます。こんな感じですね。でここがだいたいこう広がっている方が多いかなと思うので、まずは手ぐしでしっかりと溶かします。その後ねオイルを少しだけ出して、もう半プッシュぐらいですね。でしっかりと手になじませて、ここからがポイントなんですけど、やっぱり根元が広がってくるので、ここの根元の部分にダイレクトにつけます。でこれをするとやっぱちょっとベタついても見えるので、やっぱりそのオイルもあんまりベタベタするやつは使わない方がいいかなと思うので、どちらかというとちょっとサラッとするやつを使ってあげてください。で結構ね根元からがっつりと押さえてあげる、まあ、そうすることによってね、この鉢のボリュームが結構収まってくれて、で若干なんですけど癖も落ち着いてくれるんですね。なのでしっかりと押さえた上で、手だけで全然大丈夫なんで、オイルの力だったりとかスタイリングの力だけである程度収まるので、しっかりとやってみてください。でつけ終わってある程度ここがボリューム収まると、上の髪の毛を外して手ぐしで溶かしてあげる。これだけで、例えば表面の部分が広がってきたりとかね、膨張して広がったりとかしても、この縦の高さが出て横には広がりづらくなるんですね。なので髪の毛のシルエット的にはむちゃくちゃ綺麗に見えます。はい、でこっち側が鉢の部分にオイルをつけた方で、こっちは何もしてない方です。オイルとかだけでもある程度しっかりと収まるの分かりますかね。で、まあ、つける時のポイントなんですけど、今日はそんなにねのオイルだったりとかがベタつかないオイル、どちらかといったらちょっとサラッと仕上がる感じのオイルをつけました。で、まあお使いのやつで結構ね保湿力が高い、ベタベタしやすいやつですね、それをつけてしまうと、もしかしたら頭皮痒くなってしまう可能性があります。で一応気をつけていただきたいのが、根元にはつけるんですけど頭皮には絶対つけないでください。もうそれをするとね、頭皮にね、ちょっとね悪い影響が起きる可能性もあってね、頭皮が詰まったりとか、あとはね炎症を起こしたりとか、ちょっとトラブルが出る可能性もあるので、根元にはつけるけど頭皮にはつけないように意識だけしてつけてみてください。それだけでね、出先でもこのぐらい落ち着いて、ある程度ね、これをやっちゃえば1日持ちますので、変にねこうブローしたりとかスタイリングしなくても大丈夫かなと思います。鉢の部分に関してはそれでいいかなと思うんですけど、まあそれは大体ねミディアムだったりとか、あとはセミロング、ロングの方はこういう風にやっていただければなと思うんですけど、ショートヘアの方ね、まあ表面広がるっていうのもあると思うんですけど、ここのね襟足の部分、
この辺ですかね。ここ結構広がる方も多いかなと思うので、ここ広がるところにオイルだったりとかをつけても全然 OK です。なのでまたね、半分しぐらいつけて、ここもねちょっと溶かしながら根元にこうつけてあげる。まあ押さえるような感じですね、根元にね、こう頭皮にこう擦り込むっていうよりはもう髪の毛を押してオイルの力でボリュームを抑える。こうするだけでも下ろした時に結構ねここが収まって見えるので、ショートヘアの方でも形がすごく綺麗に見えます。なので、ショートの方はここだったりとか広がりやすい方って結構多いんで、でここってやっぱ髪の毛の量が溜まりやすいところなので、しっかりとつけてあげて押さえてあげるとバランスが綺麗になりますので、ショートヘアの方はこちらもやってみてください。はい、ということで、今日はね湿気の季節にボリュームを抑えるスタイリング方法について紹介させてもらいました。なのでね、ドライヤーだったりとかアイロン使わなくてもある程度は綺麗に収まります。で、癖がすごく強い方に関しては、まあ多少は、まあ最初にね、ブローだったりとかしてちょっとうねりをね、若干を取っといていただいた方がいいかなと思うんですけど、少しね、こう広がりだったりとか、ちょっとの癖で広がるっていう方に関しては、この方法でも結構しっかりと収まってくれるかなと思います。で、雨降ったとしても、そんなにね、オイルの力で、なんかすごく広がるってわけでもないかなと思うので、まあ、いつもね、何もしないよりは、全然髪質が収まってて、綺麗に見える方法になってるかなと思いますので、湿気の季節ね、これから梅雨に入ってきたりとか、暑くなってきたりとかして、髪の毛が広がる方、よかったらね、ご参考ください。で、オイルの場に関しては、本当にあんまりベタつかないやつを使っていただいて、で、なんか、あんまりね、ついてる感じがしないのであれば、まあ結構大量につけてもいいかなと思います。で、その時にね、根元にはしっかりつけてもらって、頭皮につかないように意識してやってみてください。はい、この動画が良かったら、グッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。